秘宝大谷さん、サッカーもうまかった。キーパーもいけそう。運動神経いいんだろうな。何のスポーツでもできそう。まともにサッカーやってたらハーランドかイブラになってたからな。ここまで行くとなんか欠点ないと不安になるわ。可愛らしい欠点とかないんかね。ラグビーやバスケも欲しかった人材だろう。バスケも余裕だろうしな。イチローはバスケど下手で親近感湧いたのに、大谷は何なんだよ。大谷と室伏がサッカー日本代表 DF だったらな。安心せい、大谷の弱点は所属チーム。大谷の遺伝子は冷凍凍結して全世界に埋め込むべか。侍ジャパンと侍ブルーの二刀流あるな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。